はい、今日はですね、上腕二頭筋のトレーニング動画を撮ってみたいと思います。ということで、第1種目目はですね、このイージーバーを使ったバーベルカールからやってみたいと思います。じゃあまずはね、ウォーミングアップからやっていきます。よいしょ。いきます。はい、ここまで3セットウォーミングアップをやってみたんですけども、今日のトレーニングは今のところ肘とか肩に全く痛みがなくて、こんな感覚は久しぶりですね。今日はね、すごい調子がいいなって思いました。なので、ちょっと、もうちょっとね、重量を上げて、じゃあ両端にこの 2.5 キロの重りをつけて、40キロでやってみたいと思います。前回のトレーニング動画は肩だったと思うんですけど、その時に僕は右肩を痛めていて、両肩が痛いっていうね、お話をさせていただいたんですけども、今日はね、本当にすごい調子がいいです。なので、この重量はちょっと久しぶりの挑戦になるんですけども、ちょっとチーティングも使いつつやってみますね。よいしょ。おぉ。いきますね。ちょっとこう、振った時に少し左肩に嫌な感じがありますけど、痛いっていうことではないですね。で、一応僕はですね、この、バーベルカールも含めて、その上腕二頭筋のトレーニングを行う時は、その、収縮ポジションでは、その上腕二頭筋をですね、こう最大限に縮めるっていうことを意識して、肘曲げるんですけども、上腕二頭筋はですね、ここから始まって、こう筋腹があってね、この辺り、肩関節をまたいで、この辺りについてる筋肉なんですね。だから、肘を固定して、こうやってやっても効くんですけども、このポジションでこう曲げても最大限に収縮はしないんですね。肩を下げて、ぐっと前に、ちょっと肘をね、持ち上げるような形。この状態を作ると、一番上腕二頭筋って収縮するんですね。だから、この肘場のカールも、トップポジションは必ずそういう状態になる形を目指してね、なるべくこういう風に肩を下げてカールの動作を行う。で、肘はちょっと前に出る。みたいな感じで、こういう風に、やってるつもりです。よいしょ。おう。で、さっきお話しした、このカーの動作をするときに、ちょっと肘を巻き上げる動きで、僕ね、ずっと何かに似てるなっていうふうに思ってたんですけど、時計の針に似てるかなっていうふうに、さっき思ったんですね。どういうことかっていうと、こっちが長針で、こっちが短針です。長針が動いてくると短針ってちょっと動くじゃないですか。あんなイメージで、この前腕と上腕のバランスを動くタイミングですかね。それを合わせて、カールをするようにすると、なんかこう、しっくりくるかなっていうふうに、さっき思いついたんですけど、実際時計はここが支点になってるので、こういうふうには動かないんですけど、この形ですね。12時35分ぐらいのところから、こう上げてきたら、こういう感じ。12時55分ぐらいかな。もうすぐ1時だよ、みたいな。この形になるようにカールしてくると、
ちょうどなんかこう上腕二頭筋にしっかりとね、負荷が乗った状態の、まあ、カールの動作が行えるんじゃないかなっていうふうに思いました。よいしょ。おぉ。いてててて。はぁ、あ。結構、効いてます。はぁ、あ。はぁ、あ。イージーバーなので、手首ってこういう角度になってますから、肘は閉じずにちょっと開き気味ですね。こういう感じでやってます。だから、効いてる箇所としては、上腕二頭筋の、どっちかというとこの外側と、あと、まあ、少しだけこっちに効いてるっていう感じですね。はい。じゃあ次の種目は、まあ、今こっちのラインだったので、まずそこ全体的に引かせるっていうことで、ダンベルのプリチャーカールをですね、行ってみたいと思います。で、このプリチャーカールも、先ほどのイージーバーカールと同様、トップポジションでは、肘をちょっと上げるような形で、まあ、肩を下げて上腕頭筋を最大限に収縮させるっていうことを、まあ、目標にやってます。なので、トップポジションの形はこうですね。で、視点はですね、上腕三頭筋のあたりを当てて、まあ、巻き上げるっていう意識でやってます。まあ、これは以前アップさせていただいた、プリチャーカールの解説動画の中でもお話ししてるんですけども、下ろすときは、その、上腕三頭筋の当たってる視点がだんだんと下に下がってきて、ボトムに来たときは肘が台に刺さるような感じで、肩はちょっとこっちに引っ張られるんですけど、上腕二頭筋をストレッチさせて、そこからまた肩を下げながら収縮。で、下ろして、っていう感じでやってます。よいしょ。なので、このトップポジションで肩を下げた状態をまず作ってから下ろして、で、上げてくる。よいしょ。反対。よっ。よいしょ。プリチャーカールって、このトップポジションに来た時の首の位置ですね。首の位置って、まあ、上腕二頭筋のこうね、動きを見ながらやるっていうのは、まあ、効かせるためのセオリーではあるんですけども、こう来た時に首をね、こっち側、上腕二頭筋を見ない方向に曲げると、より収縮感を感じやすいなっていうふうに思うんですね。で、まあ、それをね、実際にやってみていただくと、まあ、そう感じる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけど、なんでそうなのかっていう理由をね、僕なりに考えてみたんですけど、まあ、さっき僕が言ってね、ここ肩を下げるポジションを作ると、上腕二頭筋が収縮するということで、この肩を下げるっていうこの形が、まあ、首をこっちを向くことによって作りやすいからなんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。首をこう向けてやるっていうことは、まあ、この胸鎖乳突筋のこっち側にね、力が入るということで、胸鎖乳突筋って鎖骨にくっついてますから、だから胸鎖乳突筋が収縮すると、その分鎖骨が持ち上がるので肩が下げにくいけど、こっち向くと反対側が収縮するからこっちが緩むので、まあ、肩が下げやすい
っていう理由なんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、まあそれが合ってるかどうかわかんないんですけどね。まあ体感としてはこっちにやった方が肩は下げやすくて収縮は感じやすいです。これは収縮感を優先するのか、動作をね、確認することを優先するのかに、まあ、よるんですけども、まあそういう、なんていうんですかね、現象もあるということで、取り入れていただければと思います。よし、じゃあいきます。せーの。よいしょ。ふう。で、ふう。おお、最後ちょっと反対の手でちょっとしてやってみました。はあ、だいぶパンパンに張ってきました。じゃあ次はダンベルのコンセントレーションカールをやって、ちょっとね、収縮をかけるということを意識してやってみたいと思います。で、このコンセントレーションカールは、腕を固定してカールの動作を行うということで、まあ、さっきのプリジャーカールと種類としてはね、一緒だと思うんですけども、今回はですね、こう体をかぶせ気味にやって、まあ、収縮するポジションが一番負荷がかかるような状態でやってみたいと思います。まあ、さっきはこういうイメージですね。それに対してここで収縮させるっていう感じです。なので当てる位置は同じ感じですね。で、肩をしっかりと下げて、で、肘は外に張って、で、まあ、90度、体に対して90度ぐらいの角度でカールしてくる。で、ゆっくり押して。
で、このコンセントレーションカールを行うときに一番大切なポイントはですね、まあ、上腕骨の固定かなというふうに僕は思うんですけども、なので、まあ、ここに当てたらこのまま動かさずに、こういうふうにカールの動作を行う。よくこういうふうに内側にひねっちゃうふうにね、やってしまう方、たまにいらっしゃるんですけど、それは、こう、ひねる動作で、こう、引く動きになっちゃってるので、そうすると、上二頭筋じゃない部分を使って、こうね、ダンベルを持ち上げちゃいますから、そうしないように、このまま、基本的にはダランと下げた状態で、ここを支点にして、そのまま、素直にカールの動作を行うと、上二頭筋にしっかりと引きます。で、あと、どこを当てるのかは、まあ、これは固定さえできていれば、どこでもいいと思います。上にするほど、この、体の遊びが使いやすいので、まあ、チーティングが使いやすいかなということで、高重量を扱うのに優れてるかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、今回僕は、ちょっと体をかぶせ気味でやってるということで、ちょっと上の方を当ててやってます。よいしょ。よし。で、よいしょ。よいしょ。ふぅ。この反対の手で補助がしやすいっていうのも、まあ、コンセントレーションカールのメリットかなっていうふうに思いますね。よいしょ。ほう。じゃあ最後は、ストレッチをかける種目ということで、インクラインのダンベルカールをやってみたいと思います。よいしょ。じゃあいきます。ちょっと痛いな。これなら大丈夫。痛いなちょっと痛いので別の種目にします。まあ、なぜかインクラインカール、さっきネガティブの動作の時にここがすごい痛かったですね。多分最初にやったイージーバーのカールのチーティングの時に少しここに負担かかっちゃったのかなっていう感じなんですけど、まあ、でも一応こう動作はできるので、まあ、たまたまこの姿勢がきつかったのかなっていう感じです。はい、ということで、違う種目、このアングルラスターを使ったダンベルカールで、やってみたいと思います。腕をね、後ろに置くポジションでこうカールの動作がやりたかったので、まあ、これならそれができるかなということでやってみますね。よいしょ。
これはちょっと位置が悪いね。こうですね。ちょうどこう大胸筋の、まあ、下のラインに来るようにやると、まあ、ちょうどいいかなというふうに思います。よいしょ。これで、こんな感じでいきます。あ、大丈夫ですね。痛いっていうのは、あの怪我のためじゃなくて、二頭筋の痛みです。はあ、刺さるような痛みがします。で、このアームブラスターっていう道具は、僕はね、すごい、まあ、よく考えられた道具だなっていうふうに思うんですけど、あのダンベルカールとかバーベルカールで、その上二頭筋にいまいち効かせづらいっていう方は、この道具を使えば、もう、あのバッチリ入ると思います。で、その理由は、上腕骨がしっかりと、まあ、固定されるからっていうのと、あとさっき僕が言ったその肩を下げて肘を巻き上げるポジションが自然と作れるからなんですね。まあ、上二頭筋に効かない肩のフォームの、ね、一つの要素として肩が上がっちゃうっていうことって結構あるんですけど、その肩が上がる動作をこのアームブラスターはね、補強、補正、なんだ、修正してくれるんですね。ここに腕を当ててるから、そのままカールすると、ここにならないじゃないですか。この状態をキープしたままカールできるっていうこと。あと、この位置のおかげで、肘が自然と前に巻き上げる形で、まあ、カールの動作が行われるということで、さっき僕が言った、その収縮するポジションが自然と作れるんですね。これ考えた人ね、本当にすごいなって思うんですけど、昔からありますよね。僕の中のイメージでは、アーノルド・シュワルツェネッガーがこれを使ってカールをやってる、まあ、映像がすごい思い浮かぶんですけどね。はい。ということで、ラスト。しました。はい、という感じで今日は上腕二頭筋のトレーニング動画を撮ってみました。久しぶりに肘とか肩の変な痛みがなくて、まあすごいね、調子よくトレーニングできたかなというふうに思います。インクラインカールだけね、痛かったですけど、まあ、あれは一時的なもんですね。もう今は全然痛くないので、来週はちょっとこうね、イージーバーのカールもしやるなら気をつけながらやってみたいと思います。はい、ということで、上腕二頭筋はしっかりと張りました。触るとね、熱くなってるんですけど、まあ、これが一応、張ってるサインかなというふうに僕は判断してますね。あと、こう、力を入れた時に、こんな感じでね、指が入っちゃう、もう収縮しない、状態、ここまで持ってくれれば、まあ、OK かなっていう感じです。で、今日は、一応撮影しながらね、トレーニングしたっていうことで、まあ、インターバルの間喋ったりしましたから、ポージングをですね、僕は取り入れずにやったんですけども、普段は、例えば上腕二頭筋のトレーニングをしているときは、インターバルの時にですね、ダブルバイセップスとか、まあ、このサイドチェストとかね、上腕二頭筋が関連するポージングを取りながら、
トレーニングをね、行うようにしています。まあ、一応、ボディビルのコンテストに向けた減量中ということで、まあ、その、ポージングの練習はですね、常に意識しながら行っているんですけども、はい。ということで、まあ、今日はですね、減量開始してちょうど4週間なので、まあ、その、自分のですね、体のチェックも含めて、最後はね、ポージングをとって終わりたいと思います。はい、じゃあまず、ダブルバイセプス。ラットスプレッド。サイドチェスト。バックダブルバイセプス。ラットスプレッド。最後、アブドミナルサイド。はい、という感じです。大会まではね、まだまだ、あと16週ありますので、もっとね、こう絞って、もっといいコンディションになってね、ポージング披露できればなというふうに思っています。また途中経過はね、まあ、定期的に動画の方で、報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、ジョニー・トキのトレーニング動画でした。最後までご覧いただきありがとうございました。